まもなくトラックでは少年 B 男子の 3000m 競走第5組が行われます。準備ができ次第出発となります。少年 B 男子 3000m 第5組が出発しました。この組は3名の欠場がありまして23名でのスタートとなっております。先頭は2941番県立船橋の大月くん。県立船橋大月くんを先頭に 1000m は3分9秒、外側から出てきたのは一力調子加瀬くん。 1000m は3分9秒。さあ一力調子加瀬くんが 1000m を過ぎたところで前に出ました。その後ろを流山南野選手1名が加瀬くんにぴったりついております。
頭は一律調子の加瀬君、その後ろについているのは流山南の宮下君。先頭集団は3名、後ろから1名追いついてきました。確認が取れ次第名前を紹介したいと思います。さあ流山南の宮下君が外側から出てきたでしょうか。先頭集団はまもなく残り3周、そして後ろから追いついてきたのは3721番、松崎君、琉球大所属柏。さあ、先頭 2000m、 6分22秒。さあ琉球大附属柏の松崎君でしょうか。先頭に立ちまして、その後等間隔で2名の選手、前に出ました。残り2周、さあ流山南対琉球大附属柏。再び松崎君が先頭に立ちました。しかしまだまだ分からない、後ろもラスト1周で十分逆転可能な距離につけている選手が多数います。さあ間もなく残り1周、先頭は流れ山南宮下君、またまた前に出ました。さあそして加瀬君、さあまた戻ってきた加瀬君、さあ勢いがあります。さあ一律調子加瀬君、軽快なラストスパート、そして2番手に上がったのは東海大防御キリア君でしょうか。一律調子加瀬君、加瀬君が陸高等9分29、30、31秒台。さあそして
東海大五郎、杉谷君、後半頑張りました。そして県立船橋、大月君も序盤から積極的な走りでした。今9分48、49、9分50、石川ラスト上げろ、さあ頑張れ、10分切りましょう。9分56、57、58、今10分。